皆さんこんにちは、渡辺です。今回は梅雨前に気をつけてほしい髪の毛が傷む習慣5選をご紹介します。ダメージが出てくるとやっぱりね、癖だったりとか広がり、あとパサつきの原因になってしまいます。で、梅雨だったりとかこう湿気が出てくる季節はヘアスタイルがね、本当に決まらなくなってきたりとか、そういったね、お悩みも抱えている方も多いかなと思いますので、今回はね、僕が今から言う5選のことって結構皆さんうっかりやりがちな部分があったりもするので、ぜひね、気をつけていただいてダメージをね、最小限に抑えて、なんとかね、この梅雨を乗り切りましょう。では早速ご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけど、髪の毛をやたらめった触ってしまう。これ結構皆さん無意識にやりがちです。例えばお仕事中だったりとか、何か考え事してる時だったりとか、結構ね、髪の毛をこうやってこう触ったりとかしてしまいます。まあそうするとやっぱりね、ちょっとまあ引っかかったりとかして、抜け毛の原因だったりとか、この摩擦だったりとかでちょっとパサつき、ダメージの原因だったりとか、あとは手汗をかいたりとかしてしまうと、こう触ってしまうとこう癖が結構逆に出てきたりとかもするので、なるべく髪の毛はあまり触らないように意識してください。次に2つ目なんですけど、ゴムでね、しっかりときつく結んで、で外す時に無理やり取ってしまう。これ結構やりがちの方も多いです。で、特に僕よくヘアアレンジで使ってるシリコンゴムがあると思うんですけど、まああれでやってしまうと結構絡まりやすかったりとか、髪の毛が、で外す時に結構摩擦が結構起きやすくて、ダメージだったりパサつきの原因になってしまいます。なので、まあシリコンゴム別に使うなっていうわけではないんですけど、もう使うのであればしっかりとね、そんなにきつく結ばないで、プラスして外す時にしっかりと丁寧に外す。結構ね、まあ夜遅くなっちゃったりとかしてね、こう外す時に引っかかって、もういいやと思って取っちゃうと、それが毎日続いてしまうと本当に切れ毛だったりとか、パサつきもそうですし、あとは抜け毛の原因になったりもするので、なるべくね、何にしてもそうなんですけど、ゴムだったりとかで結んだ後は丁寧に優しく取るようにしましょう。次に3つ目、枝毛を削く。こう、まあ髪の毛がロングの方だったりとかしたらね、こう何かしら考え事をしてる時にこうやってやってしまう。で、枝毛があったらこうやって裂いてしまう。これやってしまうともう止まらなくなっちゃいます。気になって気になって。なので、こう剥がしてしまうと、より一層パサつき、ダメージ、絡まりめちゃくちゃ出てきちゃいます。で、特にね、キューティクルも剥がしてしまうっていう感じになってしまうので、で特にカラーリングしてる方だったら、やっぱりよりね、黄色くなりがちになってしまうので、なるべくこの枝毛もね、見つけてももうできればちょっとね、切ってあげればいいかなと思うので、僕ね、前にちょっと出してる動画で枝毛の切り方があったりするんで、まだそっちで切る方がまだマシです、裂くより。なので、まあなるべくね、枝毛はあったらまあ最悪切る、もうあとは裂かないようにして、なるべく早く美容室に行ってください。で、4つ目なんですけど、カバンだったりとかでね、髪の毛をこう肩掛けで挟んでしまったりとか、あとは椅子の背もたれ、ソファーの背もたれに髪の毛をこう引っかかって挟んでしまう。これをやってしまうと、もう髪の毛が摩擦起きちゃいます。カバンだったりとか、あとソファーだったりとか背もたれで、そうしてしまうとパサつきの原因だったりとかがありますので、なるべくね、カバンだったりとかはね、髪の毛挟まないようにして、で背もたれだったりとかは髪の毛を前に持ってきたりとかしてやってあげると、摩擦が起きづらいのでダメージも抑えられます。最後5つ目なんですけど、これはやる人とやらない人、まあいるかと思うんですけど、まあ絶対にやろうとしてやってる人は絶対いないと思います。なんですけど、やってしまうと結構いろんな原因になってしまうので、気をつけていただきたいなと思って最後にお伝えしたいんですけど、5つ目が髪の毛を食べる。これ実際に、じゃあ食べたくて食べてる方もいらっしゃらないと思うので、何かの拍子で髪の毛が口に入ってきてしまうっていうことってあるじゃないですか。で、話しながらとかだったらちょっと髪の毛を噛んでしまったりとかしてしまうと、例えばキューティクルがちょっと剥がれやすかったりとかして、パサつきの原因になってしまいます。
あとは口の中に入ってきたらちょっと髪の毛濡れるじゃないですか。で、濡れた状態で例えば背もたれに髪の毛を挟んでしまったりとか、カバンを引っ掛けてしまったりとか、そうしてしまうと、その部分って濡れてる時って一番髪の毛のダメージが出やすい状態になります。なので、乾いてる時よりもよりパサつきだったりとか、枝毛だったりとか、あとはちょっと切れ毛だったりとかができやすい可能性になってるので、できればね、無意識にだと思うんですけど、もし髪の毛が口に入ったりとかしたら、ちょっとより一層気をつけていただいてやってあげるとダメージが抑えれますので、まあ、最後はね、ちょっとおまけみたいな感じなんですけど、結局なんか付随してちょっとダメージがより出てしまう可能性があるのでお伝えさせていただきました。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきましたね。髪の毛が傷む習慣5選です。ちょっと意識をするだけで結構ね、髪の毛って変わってきます。で、あんまり意識しなかったりとかすると、本当にダメージってすぐ進行してしまって、梅雨だったりとかって結構ね、広がりパサつきだったりとか、あとは癖がちょっと出やすかったりもするので、なるべくね、しっかりと、ヘアケアをしながら今言った習慣をなくしていくと、髪の毛って綺麗に保てるかなと思いますので、ちょっとね、頭の片隅に覚えておいていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。